熱海市で起きた土石流で、昨日夕方から今日にかけて、新たに3人の遺体の身元が判明し、亡くなった人は18人となりました。発生から17日目となり、今日も朝から捜索活動が続いています。午前8時半です。立っているだけで汗が吹き出るような強い日差しの中、現場では重機を使い、土砂やがれきの撤去作業が進んでいます。 今日も朝6時から始まった現場での捜索活動はおよそ900人体制で被害が大きかった住宅の密集地域を中心に進めていますまた、熱海市によりますと一昨日の捜索活動で見つかった2人の遺体は西澤祐希さん44歳と吉川美代子さん76歳と分かりましたさらに、昨日の捜索活動で3人の遺体が発見され このうち1人の身元が小川徹さん71歳と判明しましたこれで土石流災害で亡くなった人は18人行方不明者は11人となりました一方熱海市は昨日最も高い警戒レベル5緊急安全確保の区域を一部解除しました赤い車線の区域の外側は住民の立ち入りができるようになりますが 創作活動の拠点となっているピンク色の区域とライフラインが開通していない緑色の区域を調整区域として新たに定めました調整区域では市の職員の立ち会いで一時帰宅ができるようにする方針です